FIFA22 発売記念企画、杉本健雄パリサンジェルマンなら今度こそ得点を取れる説検証。9月某日、公式視聴者様である EA スポーツさんから最新作の FIFA22 先行プレイの機会をいただいたスタッフは、初めてのことで極度の緊張とプレッシャーから何をやったらいいのか悩みに悩んだ末、ある男に白羽の矢を立てることに。杉本健雄、今季浦和からマリノスにレンタル移籍すると、すでに移籍後2ゴールを記録し、新天地で本領を発揮しつつある杉本。その杉本をどうしても得点王にさせたいスタッフは、この夏相棒のメッシも移籍したパリサンジェルマンに杉本を加入させ、そのメッシを筆頭としたスター選手のお膳立てが加われば今度こそ得点を取れるはず。しかし実際に移籍させることはできないので、今回は10月1日に発売する FIFA22、 10月1日に発売する FIFA22、こちらを使って検証することに。早速杉本をパリに移籍させ、心を鬼にして表紙であるムバッペに変えてスタメンに固定。こうして2代目 MSN 再結成、また得点王に近づけるため名だたるスター選手を差し置いて PK フリーキックのキッカーに任命し、杉本よいしょ作戦を発動。早速スタッフは前年度王者リールとのトロフェでチャンピオンを観戦することに。果たして2代目 MSN の一員となった杉本は新天地パリでどのような成績を残すのか。すると23分、前線で駆け引きをする杉本の足元にワイナルドゥムのパスが。決めた。ディフェンスに体を当ててシュートスペースを確保する、世界レベルのテクニックを披露し、パリが先制に成功。さらに35分、間違いなく杉本を中心としたパリのパスワークから最後はベラッティが決め追加点。パリが圧巻の強さを発揮し、2対0で前半終了。エンド変わった後半、一転してゲームメイクに走る杉本だが、得点は生まれず、2対0で試合終了。前年度王者を寄せ付けない強さでトロフェでチャンピオン優勝を達成。なお杉本はこの試合のヒートマップで可愛いキャラを描く余裕まで生まれていた模様。スタッフは引き続きトロワとのリーグ開幕戦を見てみることに。しかしリール戦の衝撃が強すぎたのか、相手ディフェンスの厳しいマークに遭い、なかなかボールに触ることができず、迎えた40分、味方が高い位置でボールを奪うと杉本が反応しネイマールにラストパス。しかし決めることができず、嫌な流れが漂う前半終了間際、ワイナルドゥムの神ミドルが突き刺さり、いい時間で先制し前半を折り返す。エンド変わった58分には杉本のポストプレーからワイナルドゥムがシュートも決めてもらえず、62分、杉本がまたしてもワイナルドゥムに絶好のパスも、またしても決めてもらえず。その後も杉本はワイナルドゥムに貢ぎ続けるも、恨みでもあるくらい決めてもらえず。杉本の活躍に反してチームは試合終了間際に失点、1対1で勝ちきれず試合終了。しかし続く2節のストラスブール戦では、既視感あるボレーシュートでリーグ戦初ゴールを記録した杉本。チャンピオンズリーグではプレミア王者相手に同点弾を決めるなど、どうやらパリの空気が肌に合う模様なので、シーズン終了までスキップしてみる。果たして新 MSN の一角となった杉本はフランスの舞台で得点を取ることはできたのか。できず、上位3つにチームメイトが名を連ねるも、ランクに杉本の名前はなく、惜しくも設立勝ならず。リーグ戦36試合で8ゴール6アシスト1レッドカードと熱さを取り戻した模様。チーム成績は終わってみればわずか1敗しかせずにフランス制覇を達成。しかしクプドゥフランスは決勝で敗れ、惜しくも準優勝に。またチャンピオンズリーグはリバプールに敗れ、ベスト4で終了。せっかくいただいた機会なのに、このままで終わってしまっていいのか、スタッフは協議の結果、FIFA21 の杉本と FIFA22 の杉本という夢の2トップを組ませ、2人の成績を合算させた反則的な作戦で何としても得点を取らせることに。ということで早速スタッフは FIFA21 の能力をもとに FIFA21 元兼優を作成し、杉本周りをスター選手で固めたご覧の杉本よいしょの2乗フォーメーションで検証スタート。スタッフは開幕戦となるトロワとの試合を観戦。果たして杉本ツインズはこの作戦でゴールを量産することはできるのか。すると7分、右サイドを駆け上がったハキミのパスを FIFA22 元兼優が受けると、 FIFA21 元兼優に絶好のパス。決めた。まさかの杉本から杉本という謎のホットラインが決まり、たった1点でゴールとアシストの両方を記録するコスパの良さを発揮したこの作戦。さらに前半終了間際にはこぼれ球を拾ったメッシのパスを FIFA22 元兼優が軽く合わせて追加点を挙げたところで前半終了。1人と換算すると杉本は前半だけで2ゴール1アシストの大活躍。
エンド変わった61分にはまたしても杉本ツインズホットラインから、最後は FIFA21 元兼優が決め、めちゃくちゃセコイが事実上のハットトリック達成。その後パリは1点を失うもチームは3対1で開幕戦勝利。パリは杉本ツインズを中心にシーズン通じて好調をキープすると、まさかの CL 決勝まで勝ち上がり、杉本の古巣バルセロナと対戦。試合は26分、 FIFA21 元兼優のポストプレーからネイマールがシュートも決めてもらえず、さらに33分には FIFA22 元兼優がワイナルドゥムに貢ぐも、おそらく一生決めてもらえず0対0で前半終了。79分、 FIFA22 元が FIFA21 元にチャンスを演出するも決められず、90分には決着つかず延長戦へ。すると延長前半12分、キンペインペのこのプレーが PK の判定に。明らかにボールに行ってると思うが、審判の言うことは絶対なので運命をゴールキーパースタッフに託すことに。しかし高圧的な仁王立ちも虚しく先制を許すと、その後パリもチャンスを作れず試合終了。0対1で敗れ、チャンピオンズリーグは準優勝に終わるも、肝心のリーグ戦は優勝達成。ということでシーズン終了後の杉本の成績を見てみることに。まずは FIFA21 元兼優の成績から、34試合に出場し8ゴール2アシスト1レッドカードとまずまずの成績に。そして FIFA22 元の成績は、35試合に出場し11ゴール5アシスト1レッドカードと2桁ゴールを記録した FIFA22 元兼優。ということで合算した杉本兼優としての成績は19ゴール7アシスト2レッドカードと得点を期待できる結果に。果たして杉本は2人がかり作戦で得点を取ることができたのか。めちゃくちゃ惜しかった。1位のネイマールとわずか1ゴール差の2位となり、残念ながら設立賞ならず。ということで検証結果は、もしかしたらアシスト王は可能性あったでした。